はい、なんとですね、ヨーロッパに渡航することが決定しました。で、渡航日が今日なんですけども、今日今4月28日水曜日の朝なんですけども、今日の夜10時半にここドバイに出発します。まあ、本当にいろいろなことがありました。まあ、山梨学院でコーチしながら練習したり、まあ、時には練習環境がなかったり、まあ、お金稼ぐためにいろんなところでバイトしたり、まあ、TOEIC の勉強を始めたり、まあ、いろいろなことが本当にあったんですけども、まあ、いろんな人の応援だったり本当支えがあったおかげで、こういう世界中がコロナで大変な状況の中、まあ、挑戦することがまずできます。本当そこに関しては本当に感謝したいと思います。ありがとうございます。まあ本当に自分はいろんなことを今 YouTube で載せてきたんですけども、まあ、本当メインはやっぱりこの海外サッカーについて YouTube 載せたいと思ってて、この後の今日のフライトから、まあ、向こう行って、まあ、向こうのヨーロッパの生活だったり、まあ、トライアウトってやっぱ本当異様な空気なんで、まあ、そういうものだったり、まあ、練習風景などをどんどん載せていこうと思います。まあ、本当このフライトの今のこのコロナの状況だったり、まあ、向こうの選手がどんな感じで練習しているのかっていうリアルを本当載せていこうと思うんで、ぜひこの YouTube 見ていただきたいです。まあ、これ決まったのも本当に5日前とかなんで、出発が決まったのも今トライアウトという形で1ヶ月ちょっといく形なんで、まあ、契約決めれるように頑張っていきたいと思います。ありがとうございます。